どうも、タクです。いつもご視聴ありがとうございます。バッティングの強化期間ということで、バッティングのスキルアップの動画アップさせていただいております。ぜひご視聴いただければと思います。ちょうど2本アップさせていただいて、これから3本目ということで、ぜひまたご視聴いただければと思います。で、その前に今日は、そのバッティング強化期間の動画にたくさんコメントをね、いただいております。いいコメントとかいい質問もあったので、いくつかピックアップして、ちょっとそれの、まあ、返信をここでしたいと思います。なかなかコメント欄で文章だけでお答えすると分かりづらかったりするところがあったんで、できれば動画でお答えしたいなという思いで、ちょっとですね、いくつかピックアップさせていただきます。まず1本目の動画のフットワーク、こちらの方にいただいたコメントから、ステップする際の歩幅はいろんな人がいますが、歩幅はどのようにすればいいでしょうか。これは動画内で解説したフットワークスキルを一番しやすい自分の姿勢、ボディバランスを確保するっていうのが、これ大事なポイントになるんで、フットワーク、その足の使い方を身につけて自然と踏み出す、その歩幅がいいかなと思います。バリーボンズはステップの時に平行運動ではなく軸足が沈み込むようにステップしています。どちらがいいのでしょうか。また低めを打つ時にバリーボンズは上半身をより前傾させてスイング軌道を傾けて打つのに対して、ベリンジャーは真ん中を打つ軌道のまま前足をで膝立ちに近い状態で打っています。これもどちらがいいのでしょうか。前足を折って膝立ちに近い状態。スキルドリルとゲームパフォーマンスっていうのがあって、それぞれ分けてしっかり考えることが大事ですね。ベリンジャーみたいにアームスキルに秀でてて、こちら上半身の使い方がものすごい上手な選手は、下半身を柔軟に動かして上半身を固定しながらこっちで捉えていくっていうような感じのスキル、そうやってボールに対応していくっていう方法も一つですね。2つ目の動画、ボディーターンの動画から、これもいい質問ですね。いつも参考にさせていただいております。前傾姿勢でボディーターンの練習をする際は、投手側の肩をホームベースにひねってもいいのでしょうか。実践では投手側の肩をひねりすぎるのは良くないと思いますが、あくまで分岐スキルということですので、はい、ありがとうございます。投手側の肩をホームベース側にこうひねりすぎていいのかっていう話ですよね。スイングに入る前に上半身がひねられすぎるのはバットスキルです。あんまり良くないですね。理想はテイクバックを作る流れの中で軽く肩がひねられるぐらい、こっちの腕の動きじゃなくて上体のひねりを作ってしまうと、この後振り出しが遅れるポイントになりますので、あくまでリラックスしてトップを作っていく流れで前傾ちょっとしていくぐらいがちょうどいいかなと思います。チャンネル登録者数が1900人とか少なすぎ。日本野球は MLB と異質なのか。多分変な呪縛が日本野球にはかかってる。なんで増えないんですかね。タクトさん、まだまだ若いんでコーチだけでなく来季はどこかでプレーする姿を見てみたいです。あんまり自分がプレーするのには興味がないんですよね。僕の中ではプレーヤーとコーチっていうのはもう明確に違いますね。野球とバスケットボールぐらい僕の中では違うと思ってます。その求められるスキルというか役割がね。という意味でプレーヤーはちょっと全然考えてないですね。タカーンさん、肩は下げてもいいと思ってました。参考になります。はい、巷でよくやっぱり、ね、昔の指導との違いとして、最近は後ろ肩を下げていいんだよっていう風な指導が通常になってきたと思うんですが、捉え方の間違いとしてね、ボールが来た時に右肩だけ下がっていくっていうのは良くないですよっていうことですね。ぜひこれ大事にしていただきたいと思います。次、中休みの日米のバッティングの違いについてのところから、投手側の腕の肘の角度についてはどう思われますか。腕やバットの長さの違いもありますが、アメリカの選手は多くは肘に角度があると思います。例えば元阪神の金本なんかは右肘が伸びきっています。この動画の中で言われていることに関係していると思うんですが、いかがでしょうか。めちゃくちゃ重要なポイントですね。振り出していってからターンの中で腕が伸びきっていく分には全然 OK なんですが、この振り出しの瞬間ですよね。振り出しの瞬間に腕が伸びてしまうと、グリップが体から離れてバットも遠くにこう離れていってしまうんで、外側に強くコンタクトすることもできないし、いわゆるドアスイングっていってミート力も下がると。よく言われるインサイドアウトを作り出すためには、しっかりこの肘の角度を作りながら振り出すことが何よりも大事なポイントになりますね。ここめちゃくちゃ大事です。アメリカ行ってた時の話面白い。もっとハーフタイム欲しい。嬉しいですね。ありがとうございます。逆方向に強い打球を打つにはどうしたらいいですか。はい、ここで大事になってくるのがインサイドアウト。今日の動画の内容、アームスキルになります。では今日の本編いきましょう。今まで2回の動画では、まず下半身のアームスキルですね、ステップしていったところから下半身の回転、それからボディーターンと言われる上半身のポイントですね。ここを解説していきました。次に今日3つ目がアームスキルですね。それぞれ左腕と右腕の使い方。特に僕のメソッドの中では、前の手をボトムハンド、後ろの手をトップハンドって呼んでいます。まずボトムハンドからいきましょう。まずこのトップを作ったところから振り始めはボトムハンドの役割になりますね。フルエルボー、トップからスイングの指導で肘を前に引っ張る。この引っ張り出す動きがボトムハンドの使い方になります。大事なポイントはグリップ先導じゃなくて肘先導です。トップからグリップを先に引っ張り出すんじゃなくて肘から出ていく。そうするとグリップが残ると。
そしてもう一つが肘の角度ですね。肘をしっかり前方に、それからちょっと上方に上に向かっていくことによって、この後の、バットの軌道っていうのも下から上にライナーで軌道を描くことができます。これのリードをしていくのが前の腕の肘になりますね。バットスキルとしてはこういう選手も非常に多いんですが、脇が締まった状態で肘が下側に向かっていくような動き、トップ作ってるところからこういう動きで振り出していく選手、フォロースルーはそのまま下に向かっていきます。これではスイング軌道が非常に悪いですね。ボールへのアプローチも悪いですし、フォロースルーも前に伸びていかないので、前に強い打球を打つことがなかなか難しい。次にトップハンド、これがパームアップとパンチングというスキルになります。パームアップは先ほど解説した前の手ボトムハンドのプルエルボーと同じタイミングでパームアップ、手のひらを上に向けていく動きになります。フリスビーとかね、これちょっと違いますけれども、こういうものでトップを作っているところからトップハンドが下に来る、ワン、こういう動き、この瞬間に手のひらが上を向くと、これをバットを持った状態でプルエルボーと同時に手のひらを上に向けてくる、さっきのボールを回す動きですね。この動きで、それからこのプルエルボーとパームアップが出来上がった後はパンチング、トップハンドのこの肘が体に収まって曲がっている状態のところから肘を伸ばしていく動きで一気に力を前にパンチで伝えていきます。この瞬間にできるだけバットの面を変えないこと、ボールとバットの衝突の力をまっすぐこう押し込みで伝えることができます。手のひらが上を向いた状態をキープしながら前にしっかりパンチングして伝えていくことが重要になります。はい、トップハンドのバットスキルとしてはまずパームアップ、パームアップを行わずにスイングに入っていってしまうことですね。トップを作ったところから手のひらがそのままの向きのまま前に振り出していってしまう。こうするとヘッドの落ちが甘いので加速がされないで、こっから先手だけでこうヒッティングするような打ち方で終わってしまいますね。しっかり落としてヘッドを加速させていってヒッティングに向かっていけるといいと思います。それからパンチングの面ではローリングっていう、これバットスキルがあって、バットの面がすぐロールしていきながらヒッティングしてしまう、手首もぐるーっと返っていくのが早いような状態ですね。いわゆるこねったとかこねるっていうような打ち方、できるだけバットの面を変えずにこのまま押し込んでいけるといいと思います。広角に強く打つ、逆方向にも強く大きな打球を飛ばすためにはやっぱりこのインサイドアウトが必要になります。特にスイングの始動、振り始めの時にしっかりプルエルボ、肘にゆとりを持って、ここから、グリップから前に出してバットの芯を体の近くから出していって、前方に前にバットを出していく、体からどんどん離れていくっていうようなバッティングフォームを、これをしっかりセンターに向かって行えるようになってくると、ミートポイントとかバットの当たり具合によって引っ張った方向に行ったり流されたり、基本的にはしっかりバットを内側から出していってセンターへっていう、この後ろから前へ、この直線的なライン上でバットの芯を使えるようになってくると広角に強く打てると思います。インサイドアウトといってもバットを上から下に出してきてしまったら、ここから強く前には打てないし、ヘッドが何よりも前に伸びていかないので、これは強い打球が打てなくて逆に引っ張った方向にしか打てないですね。このインサイドアウトでは引っ張った方向にしか打てない。しっかりボトムハンドの肘が上がってくるプルエルボーと、トップハンドの手のひらが上を向くパームアップ、この2つの動作でヘッドを下に落としていって、こっから前にすくい上げていくような形を作ることで広角に強い打球が打てるようになります。はい、今日もご視聴ありがとうございました。今日はアームスキル解説させていただきました。やっぱりバッティングで一番大事なのはこのバット操作、腕の使い方になりますので、ここをしっかり習得しておかないとバッティングのスキル向上にはつながらないと思います。ものすごく大事な動画になりますので、ぜひ、ここを習得してみてください。またもしいろんなポイントでわからないことがありましたらコメントお待ちしております。オンラインレッスンも大絶賛好評中です。日本語合ってるかな。パーツごとに練習していくのでものすごいわかりやすいと好評いただいております。ぜひこちらの動画しっかり自分のこう体に落とし込みたいと思う方はですね、オンラインレッスンの受講をお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。